エノコログサ属セタリアは、イネ科植物の一群で、丸っこいコボをつけ、カジョの枝先が棒状に尖る。エノコログサやアワを含む。一年草または多年草で、葉は扁平、種によって縦じわが入る。カジョは、円水カジョであり、主軸から出た横絵に、複数のコボを並べる形を取る。またその枝が多く針状の突起に変形する。は、卵形で先端が丸く。 内部には小花を一つだけ含む。第 1A から第 3A までは、膜質でコボより小さく、特に第 1A は、ごく小さい。角質の第 4A が果実を包む。コボの下部からは、多数の針状突起を出す。この円錐過剰の即死が長いものはまばらに広がった、円錐形の方をつける。犬革などはこれに当たる。だが、多くのものでは、即死は、 ごく短くまとまり、それらの間も狭くなっているため、全体の形が密集した円柱型となる。結果として、円水過剰の構造は見えにくく、密集したコボの間から伸び出した針が一面に出て、時に瓶洗いのブラシのような外観になる。絵のグサのコボは、果実が熟すると、一個の種子を臨片が包んだものに見える。コボの中には、花は一つしかない。しかし、 本来は二つの小花があるべきもので、そのうち一つが大化したものと解釈されている。穂の軸から出る短い柄の先に普通は一個のコボがつく。第一方へは背が低くて横長で表側の基部を包む。第二方へは第三へととも向き合って小花を包んでいる。その内側には森へと内へに包まれた花がある。本来は 第三は消失した小花の森へであったもので、小花の消失とともに内へもなくなったものである。世界の団地を中心に百種が知られる。最も有名なものは泡である。中国の黄河流域が発祥と言われ、五国の一つとされる。これはエノコログサを原始とする。日本ではエノコログサ類は普通の雑草である。エノコログサ族の特徴は、 先に述べたような古ボを塩水過剰につけるものである。また、古ボの尽くしに、史上の時を持つ。世界に、約100種が知られる。日本にある同族の種は7種ばかりある。被災は、種として、佐竹ほか、P100 巨大、P283。ありがとうございます。